マスコミの安倍首相くつろぎ動画批判に、菅義偉官房長官。過去最高の35万いいねの反響、がネットではない。内容はこちら。マスコミの安倍首相くつろぎ動画批判に、菅義偉官房長官が、怒声論の切り返しをしたようです。では、内容を見てみましょう。朝日新聞。くつろいだ動画を公開したことで、批判が相次いでいる。適切だったのか。毎日新聞。結果として反感を招いた面もあるが、どのようにお考えか。菅義偉官房長官。過去最高の35万いいねの大きな反響をいただいている。35万いいねは普通に素晴らしいと思います。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。大きい声を取り上げるのが最近のメディアの手法ですよね。そしてテレビでは、いいねの部分を隠して報道するのだろう。完全に報道しない自由発動案件ですね。次はこちら。これはマスコミの負け。日刊スポーツなんて、やることないから一面で報道していて草。このくつろぎ動画を一面で報道って、やばくないですか？マスコミの末期感が、ひしひしと伝わってきますよね。次はこちら。発狂してるのは、いつもの面々。これが石破首相、枝野首相だったら、どんな反応するのやら。多分マスコミと一部市民が持ち上げまくるでしょうね。見え見えですよ。最後はこちら。そもそも、大手紙があんな動画一つに噛みついている状況が、情けないとは思わないのだろうか。あんなもん、見る人によって賛否あるのが当然で。見た人全員が称賛するなんて誰も思っていないわけだし。末期、その一言につきますよ。結論。マスコミと野党が結託してワーワーギャーギャー騒ぎ出す。なんかいつも同じパターンだと思いません。しかしあの動画で、なんでここまで騒ぐのでしょう。理解できません。まあ理解しようとも思いませんが。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。